皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイブトボール2023情報を紹介していきます。バージョン 2.2.0 の、ね、アップデートが入りましたが、その修正内容が詳しく載っていますのでホームページでチェックしていきたいと思います。まずは修正関連ですけども、カーソルチェンジに関する調整ということで、まあ、これはお知らせ確か来てましたね。はい、まあ、これはいいかな。選択できるよみたいなことも書かれてます。そしてグランダーパスのスピードに関する調整ということで、ディフェンスラインでのパス交換や相手選手が近くにいる状況で事前に遅いグランダーパスが出る場合がありました。この問題に対処するためグランダーパスのスピードを全体的に少し上げ、状況によりスピードをアシストしている箇所についても調整を行いました。これによりディフェンスラインでのビルドアップがスムーズになり、相手ゴール前でのパスによる崩しもスピーディーな駆け引きが楽しめるようになりました。さらにワンタッチパスを行う際よりボールの反発が感じられるよう調整を行いました。ボールが向かってくる方向にワンタッチで返すような場合にはこれまでより速いパスで戻すことができます。相手選手が守りを固めているアタッキングゾーンでも素早いパス交換による突破を狙うことができるでしょう。下に映像が出てます。まあこの感じだとやっぱスピード感ありますね。はい、そして家庭用と PC マニュアルパスレベル3に関する調整も来ています。はい、3だけちょっと調整が入ったんですかね。下にも1、2は従来通りのパススピードがアシストされって書いてますね。3に設定している方はここしっかりと読んでおきましょう。はい、ゲージ弱めはこんな感じ。アップデート前ですね。でこれがアップデート後のゲージ弱め。いや、まあ変わった。どうかね。次、パワーゲージ強め。アップデート前はこんな感じ。届いてないですね。まあ、ちょっとずれ方がひどいですけど、まあこんな感じでちょっと変わったっぽいです。はい、次ドリブル操作性の向上ということで、調整を行いましたと。通常のドリブルから出しドリブルをしようとした際にレスポンスよくボールをタッチできるようになり、方向キーの入力により忠実にボールをタッチできるようになりました。また高速でドリブルしている際に小さな角度のターンでの慣性のかかり具合を減少軽減、さらに相手に接触しながらかわした際にこれまでより体勢を崩しにくくなりました。これらの調整により緩急を使った相手をかわすドリブルの爽快感が向上しています。下に映像出てますね。まあ、この映像だと確かにって感じしますね。実際に触った時には分かんなかった。まあもたつき減ったって感じは確かに、なんか浮き入れになった感じしますねこれ。はい、さらにドロップシュートとライジングシュートのスキル効果向上。スキルこの2つについては現状の枠内シュート率や得点率を考慮して発動時の精度を向上する調整を行いました。またコーナーキックのこぼれ球などバウンドして落ちてくるボールに合わせてボレースシュートすると鋭くドロップする弾道を目にすることがあります。インパクトシュートに限りこのドロップする弾道のシュートが可能でしたが、通常シュートでも同様の回転がかかるよう変更しました。ただしドロップシュートスキルを所持している選手の方がより精度の高いキックをすることができるようです。これらのスキルはインパクトシュートのゲージ量で、スキル発動が変わるよっていうことは話しましたが、それがこれに乗ってるっていう話ですね。さらにはポジショニングに関する調整。空いてるスペースへのポジショニングがしやすくなるよう調整しました。またゲームプラン上での中央に配置した選手はサイドに開く動きをしにくくなります。サイドバックの選手はボールと反対サイドにいるときは守備を重視したポジションを行うように。これらの調整により選手をサイドに配置して相手の守備ラインを広げたり、中央に配置してゴールに直結するポジションを取らせたり、戦術的な駆け引きの幅が広がりました。ということで映像も出てます。はい、 ADMF のポジショニングアップデート前はこんな感じ。なんか近づいてきてたけどなんだろう。で今回アップデート後になると、まあちょっと差あるけど何とも言い難いさやね。なんかパス回しになんかちゃんとポジショニング取ってくれてる感あるか。次 OMF ですね。これがアップデート前、流れていっちゃうみたいなねことですかね。はい、でアップデート後ですね。流れていかないわ。確かに縦の動きしかほぼしてないですね。で逆サイドのサイドバックの守備ラインへ戻る速さ、これがアップデート前ですね。まあこれがアップデート後。早いわ。確かに速さは全然違うって感じしましたね。はい、まああと機能とかは、以前ね過去動画で紹介した内容なんで飛ばしましょう。はい、ということで今回以上ですね。その他の情報は他の動画でね、すでに紹介しているもの、これから紹介していくものありますので、しっかりとその辺もチェックしてみてください。ホームページの情報、今回紹介したもの一応一通り見ましたけど、詳しく見たいよっていう方はホームページでチェックできます。はい、これからも e フットボール情報、 e フットボールに関する情報を紹介していきますので、登録してない方はぜひ登録を今のうちにぜひお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。